こんにちは、黒橋ずこです。今日は型紙についてお話をしたいと思うんですね。ボール紙だったり、日本の場合には工作用紙っていうものがあります。それには1センチの目盛りと5ミリの目盛りとっていうのがちょっとつけてあって、とても寸法を取るには便利なんですね。でそれを使って、結構長いことそれでやっておりました。でそれの一番困ることは、型紙で書いて、布の上で書いていくと、鉛筆の芯の力とか、あるいは私なんか乱暴ですからボールペンで印をつけたり布にしておりましたけども、四角のコーナーとか、それから三角の尖ったところっていう一番肝心な寸法の目印である角角が早く摩耗してしまうんですね。一枚の作品を作るのに、大きいものだったら何百枚も縫うわけですから、何百枚と型紙の印をつけなきゃいけない。でそのつける場合には、それぞれの型紙がダメになってしまったら、また新しい型紙を作る。その時に微妙に寸法がずれてしまって、だんだん大きくなっていくごとに揺れがひどくなっちゃいますので、私がやってることっていうのは、今でもその方法をご覧になると、あ、まだそんな遅れたことをやってんのっておっしゃるかもしれませんけども、昔からある方法だけど、ちゃんといい型紙を取って、ちゃんと印がついていると、待ち針もきちんと打てて、角角のできるだけ合った作品を作りたいって思って、こういう方法もあるよというのを皆さんに伝えております。私が使うのは1ミリ方眼用紙の上で型紙を描きます。で例えばこの場合だったら3センチ5ミリ正方形の型紙を取りたいと今私は思っています。でその場合に線を引くのは、それから5ミリはみ出した線を引いておきます。で縦横でもいいし、でこういうひげを伸ばすと私たちは言っておりますけども、この角で止めようとして、手前1ミリ手前で止まってしまうと、コーナーに穴が開きますから、ちゃんとしたいげたに型紙を書いておきます。でこちらの方はいげたに4センチのいげたで書いておいて、そしてここにカーブを、同じ4センチの辺を持った1面だけカーブであるということでこう書きまして、2枚で四角が構成されてますので2パッチって呼んでます。でこう書いた場合にはカーブが一辺あるわけですから、対角線上でカーブに書いたところに印をつけて、合い印をつけておきます。こうすると縫う時に楽です。方眼用紙の上に書いた形をこのパターンシートに、でパターンシートっていうのはこういう薄っぺらい透けて見える曇りガラスのようなプラスチックですけども、これを使う時にこう上に乗せて取るのはどこでも構わないっていうことじゃなくて、この直角を利用します。で直角を利用して2辺だけでも直角の線を切らなくても済むという、ここのところで書いた正方形の鋳型のところにきちっと置いて、一辺二辺まではかけているわけですね。形を隅で取っているから、こう二辺だけ取るとこっちはもう切らなくていい。そしてここだけを切ればいいわけですね。で切る時のハサミは布を切るハサミを使っては絶対にダメです。紙を切るハサミでもあんまり調子よくいかないのは、この硬いものを切るときに滑っちゃってかすかな R になったりしてしまうんですね。ここで使うのはこの刃にノコギリの小分みたいなギザギザのギザ刃を持ったハサミを使うと、これは私のお気に入りなんですけど、逃げないんですね。それでちょっと向こうまでね、
これで3センチ5ミリの正方形が取れました。でここにもう一つ細工をします。切れを切るために光ってる方とそれから濁ってる方があります。濁ってる方には鉛筆やボールペンで文字も書けます。次に用意するのはこの紙やすり240番っていうのが、だいたい紙やすりの裏に印刷がしてありますから240番を求めるとちょうどいいこのザラつき加減がいいんですね。でそれを1センチくらい、裏に両面テープがついてるのでこれを剥がしてこの角のど真ん中でもいいけどもちょっとハスでもいいです。でちょっとやってみますね。この切れを用意しました。縫い代付きの用意をしております。でこう置いてここでやってこう動かして布と一緒に動いてくれますのでこれだけが型紙だけがスルッといかないようにこれを貼ってないと歪んだりこっちの思うようにならないわってみんなイライラしますけどもこれで動きませんので安心してここに印がつけられます。こうやっといて鉛筆を尖らせてこう立ててどこを塗っていいのか分かんないわっていうような線の引き方をしないように、私はだからこういうふうにデッサンをする人たちがするみたいな手つきで芯だけ当たってればいい。この太くなっているこの皮のところを当てるんじゃなくてこういう向きでね、そしてちょっと向こうまで行ってなでていくように、そうすると太かった芯までだんだん細くなっていきます。だからこの書きながら磨いてるみたいな鉛筆の芯の先を。で極端なことを言えば今私この一箇所だけ中心を開けていますけどもコーナーだけきちっと囲いがしてあったらこのぐらいの長さを縫うのはもう勢いで縫えちゃいます。手縫いの時でもで針がまっすぐなのでまっすぐ縫えますからあんまりここまできっちりと四角をきれいに写し取ろうという努力は必要ないように思います。でこうしていくと随分仕事が早くなりますのでぜひこの絵はやってみてほしいと思います。でパターンによってはカーブがある時ありますよね。でこの4分の1のカーブはあんまり関係ないかな。ここに当てて幅を取ったら軸だけ持ってこう書くとあんまりここが二重線になったりすることがないです。4分の1の場合には。でこうカーブをした時には対角線で持ってここで印をつけておくとカットしてこのデコとボコの方を合わせるときにこことこここの3点で合わせてこの2点の真ん中辺だなって思うところをまた合い印を打てばいいんですね。でだいたいこの辺で1回でそれだけでやれるわってこっちはメゲントでいいわっていう人とがここもきっちりとこっちの寸法とこっちの寸法を合わせたいという人の場合にはここからここまでの2等分カーブの2等分をするっていうのは2等分したいところにコンパスの芯を持ってきます。芯を持ってきて鉛筆の方はこうしていきますね。そして任意の幅でいいんです。これはこうしてこの交差した点のところとこの中心点コンパスの軸を当てたところと拾ってここで合い印、これで2等分してまたこれが2等分、4分の1の寸法で合い印が打ってあればそれでいいです。
今私が使っているこの定規は皆さんがお持ちの定規と違って相当薄いです。こういう薄い物差しがあるととても便利なのは、鉛筆の芯やなんかのこう外に行かないんですね。みんな鉛筆持ちしてこうして書くからここに隙間ができちゃうのね。そうすると型紙の方は正確なのに書いた絵の方は少し大きくなってしまってる。今度他と寸法を合わせる時に全然違った寸法気をつけてください。でだから鉛筆の芯は丸くなったらこういうふうに持っていればなかなか丸くならないで、鉛筆の芯を無駄遣いしなくて済みます。